パカコプレハでーす。集まれ動物の森、ハッピーホームパラダイス、続きをプレイしていきたいと思います。本日は日を改めて、今、ダルに乗ってやってきたんですけど、ニコちゃんの中、会話が発生したのでここから収録しております。いつもと違うオープニングにはなりますが、お許しを。ということで、本日もやっていきましょう。どうしたの、ニコちゃん。新しい DIY レシピを完成させた。いえいえ、どういたしまして。狭いですけど大丈夫ですかね。見えねー。はーい。ニコ先生。柱と仕切りカウンターのレシピ。ほう。やると何を作ることができるでしょうか。テトリスができます。ちょっと待って。直角に曲がった壁、広い部屋。仕切り壁は高さが低いっていうから、これ全部できるとかそういうお家？階段はできない。広い部屋かな。直角の壁？すいません。仕切りカウンターの高さは何種類？ 2 種類。64種類あったらすごいな。やった。木製ってことは木製じゃないのもあるってことかな。よし、じゃあ今日も元気にお仕事していきましょうね。今日何が入荷してんだろうね。おお、西部劇ができる。はーい、頑張りましょう。西部劇できるじゃん、これ。サンダウンキットとか呼べたりしますか？これは、あれだね、深夜のバレボー大会で使ったやつ。で、これは、あれだね、ペチュニアの持ってる家具だよね。なんだっけ。パッチワークなんとか。で、なんだっけ、写真立てと、またゲーミングヘッドホンがある。まあ、いいか。はーい、じゃあ今日もやっていきましょう。お仕事しまーす。はーい。ガシャ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 。じゃあ、行ってきまーす。あのアミーボカードはいつ使えるようになるの？もう使えるのかな？ちょっと次回試してみるか。小雪ちゃんと、小雪ちゃん。
雪休みができる別荘が欲しい。じゃあ、ハッチ。ハッチまた来てるの？田舎でのんびりスローライフ。ピッティへ。みんなが集まって楽しく学べる場所が欲しいわね。イザベラ。別荘にはボイストレーニングができる部屋が欲しいんだよね。スナイルか。ゲレンデでほっと一休み。そんな場所があれば最高だよね。あ！ビアンカだ。ビアンカ。シベリアじゃなくて。ビアンカ。メイクで素敵にできるお店みたいな場所が欲しいわ。あ、今日の今日の瓶をゲットしないと。あ、マールが遊びに来てる。かわいい。何にも作れてない。なんかすごい頑張ってるけど、マールちゃん、マールちゃん何も作れてないよ。かわいい。ねえ、ももこてやんが、今日は仕事ないのかな？四股踏んでて。あ、ペンタも遊びに来てんじゃん。ネルソンがいて、シリーがいて、今日はリチャードなのね。遊んでんの、そこで。こういう椅子とか座ったりすることあんのかな？見てみたいよね。よし、じゃあ今日ですが、ビアンカ行きましょうか。うん。ふーん。うん。うん。いいよ、いいよ。聞かせて、聞かせて。うん。素敵ね。素敵なメイクアップサロン、ビアンカ様。ネイルアートセットが右側だね。左側なんだっけ？メイクセットか。はーい。まあ、場所は選ばないから、どこでもいいっちゃいいんだけど、まあ、こういう、もう、先に、なんていうの、動物がいるとこは選ばんでと、行きましょうかね。どこがいいかな。もう砂漠って感じではないよね、あんまり。どこがいいかなぁ。こことかちょっとおしゃれじゃない？はーい。お任せあーれ。ビアンカの口癖、すごくプラス思考な感じで、いいよね、素敵ね。お任せくださいな。素敵なメイクアップサロン。さあ、まず、やっていきましょう。恒例のお家から。メイクアップってなんかどことなく洋風なイメージがあるよね。でも大きすぎてもあれだから、これぐらいの大きさがいいかな。で、ビアンカの色にしてあげたいんだけど、ビアンカ薄い青やからな。薄い青。ピンク悪くないね。ちょっとなんかおしゃれな、あ、こういうのいいけど、色がないか。こんな感じかな。ウェルカム。
青いいじゃん。よし。じゃあ、でもさ、内装ばっかだよね。お外ってどういうのがいいんだろう。ケケラバーズ。外か。金木犀とアジサイしかないか。金木犀って、あ、オレンジと黄色だけか。あ、ちょっと色が違うんだね。同じような色合い、最初のと同じような色合いありませんか。ピンク椿か。いやもうなんかオレンジとピンクってちょっと色が似通ってるから、ちょっとなんか違うよね。なんか青がいいんだけど、青だとこれしかないんだよね。ちょっと草の色が違うんだけど、まあいっか。あ、間違えた。オレンジ金木犀でコピーして、有刺鉄線で、ここ斜めにね、やれたらいいんだけどね。まあできんもんはしょうがないよね。石畳よりアーチタイルの方がいいよね。でしょ。ネイルアート系。ネイルアート系。ちょっとおしゃれにベンチでも置いときますか。ホワイトで。ペンキ塗りたて注意。家具でさ、あったっけ、あの公園の時計みたいな、ないっけ。ライトじゃないもんね。マイル家具だったらあったはずなんだけど、マイル家具は使えへんのかね。あ、終わっちゃった。じゃあ、どうしようかな。おしゃれな街灯とか欲しいよね。軽ワゴンってのもありはありか。これ背だけ低いもんね。でもここら辺があるのはなんかちょっと違うよね。なんかいいのないかな。突っ張りラック。なにこれ、パウダールームの物性。そんなんあるんだ。やっぱなさそうですね。じゃあ、おっきい。よいしょ。
いやつが、大きいやつ、大きいやつって日本語変だね。あ、間違えた。よいしょ。回す。よいしょ。よし。縦長の街灯か、もしくは、公園の時計みたいな。ああいうのがあったら、ちょっとここら辺変えていきましょう。あとはどうしよっかなぁ。あとは、こっちにも一個ちょっと見えづらい。ここら辺を、なんか小物置いてあげたいな。お砂場じゃないんだけど、なんか置きたいな。アヒルのおもちゃでも置いとく。お砂場遊びになっちゃいそうだな。間違えた。お花でも植えときますか。青っぽいお花がいいよね。青と白で。まとめますか。あれ、よいしょ。あれ、どっこいしょ。あ、どっこいしょ。あ、どっこいしょ。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 あとは小物で、あれ？そもそも小物だっけ？小物じゃないね、家具か。あれ？どこだ？あったあった。あ、そっか、家具扱いだから、下に滑り込ませることはできないね。
よし。よし、これで。ちょっとまあ、こうすると、カメラで寄った時に手前の木が邪魔だけど、この風景はこの風景で、なんかいい気がする。あ、いいんじゃない？よし、じゃあ中やっていきましょう。セットとネイルセット。あ、そっか、環境音前回ね、流せるようになったんだよね。海、高原、宇宙、雨、風、ジャングル。へぇー。18ぐらいにしますか。あ、仕切りカウンターがその他に追加されました。はーい。まず壁紙からいきましょうか。今回は茶色いレンガの壁半分。ブラウンボタニカルな。ああ、なるほど。ボタニカルタイルの壁。そうだな。なんか私がいつも行っている、美容室があるんですけど、あそこ、ネイルセットとかもしてくれる場所で、ちょっとそのお店をイメージしながら作ってみようかな。ただね、行ってなさすぎてね、どんな壁だったか。白系の壁だった気はするんだけど、これ和風だね。ルネサーンス。でも、この窓やると誰だっけ、ネルソンの時みたいに、ネルソンだっけ、仕切り壁使った時がちょっと、わーってなっちゃうよね。落ち着いた雰囲気のお店。ちょっとね、結構なんて言うんだろう。開放感があるように、明るめの色をね、使ってるんだよね。ね、こういう中の隙間っていうのかながなくて、本当にこういう、ベターって塗りたぐって、だよな。でも、レンガも可愛いな。ここら辺お風呂屋さんに近い。シンプルクロスの汎用性が高すぎるんだって。レンガにしますか。全部見てないけど。レンガの時の床って。これも全然いいけど。砂浜くん、これでいいか。よし。じゃあ、その他にある。ああ、そっか。まあ、ライトウッドでちょっと明るいイメージで。ああ、結構。結構あれやね。ああ、なるほど。
よいしょ。ガチャガチャガチャ。よいしょ。収まらへんねんな。こういうこと？こういう使い方？なんかちょっと違うね。でもこういう使い方なのかな？あー、ここぴったりはいかんのや。L 字型組ましたかったんだけど。間違えた。じゃあ、間違えた。そうかそうか。よいしょ。はい、よいしょ。オーダーでさ、おすすめの、あー、なるほどね。エレガント。ノルディック。あはははは。クールクールをやるたんびにいつも笑ってる気がする。これ結構ね、使い勝手いいんだけどね、やっぱあんま使ってないやつ使いたいよね。よいしょ。アーチの受付カウント、なるほど。あ、ちょっと使う場所を選びそうだね。受付カウンターって普通にあるんですね。あ、これでアーチの受付カウンターをさ、並べるとどういう意味だろう。あ、だよね。だよね。ちょっと適当にいろいろ置いていきますよ。突っ張りラック。ああ、なるほど。なるほどね。これがあるならこれをね、使いたいよね。よいしょ、はい、よいしょ。そうだな。いいか、これで。で、家具で、
なんだっけ、何探る？あ、そう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 。しかないか。まあ、いいか、ロッカーで。木製のロッカーと学校のロッカー。あ、いいじゃん。開いてんやん。シェルフも、あ、よいしょ。そうだなぁ。そうだなぁ。机。机ないかなぁ。一々の机がいいかなぁ。カフェテーブルです。あー、でも、円形のもかわいいなぁ。ちょっと色がナチュラルにするか、カフェテーブル S、 あー、ライトブラウンちょっと置いてみよう。カフェテーブルの方が形は好きだけど、色合いだとナチュラルな方になるのか。これライトだっけ？あー、ライトか。ライトでこれか。じゃあ、ホワイトにす。あー、ちょっとあれだな。あ、間違えた。あー、間違えた。どうしようかな。まあ、いいか。で、椅子。椅子って一番上だっけ？椅子。ナチュラルウッドでも結構色が、そうだよね。結構主張してたよね。モロッコ、ふふ。このカウンターチェアがね、もうちょっとなんかいい色があったらよかったけど、まあこれはこれでいいかな。よいしょ。違う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 、ボタン間違えた。こっちだ。ここかな。そうだね。ライトウッドからライトウッドにしますか。
ったら、やっぱ椅子が気になるな。アルミウッドチェア。でもな、なんかあんまり足が4本ってのよりかは、足が4本だとなんて言うんだろう。キャフェクサが増しちゃうんだよね。だから足が1本の方が、そういうお店っぽく、そういうお店っぽく見えるかなって思うんだけど。ホワイツ。あ、間違えた。また間違えた。だったらまだ、ちょっと色合いが浮きはするけど。ネイルセット場所で、よいしょ、あれ、よいしょ。増やしても大丈夫。だったら、もうパーティションがいらんか、そしたら。ホワイトとブラックしかないのか。よいしょ。で、間違えた。こうして、よいしょ。よいしょ。こうして、あ、これだったら、ちょっと待ってね。これだったら、なんか壁際つけちゃおうか。あ、でも壁際、あ、まあいいか。とりあえず壁際つけちゃって。あれ？あれ？あ、ちょ。よいしょ。よし。これだったら後ろから通れるか。ね。で、これを、こうすれば、二人いけるもんね。で、これだったら仕切り。よいしょ。あ、よいしょ、あ、よいしょ。仕切り壁つけても、文句ないやろ。ごちゃごちゃしとる。あー、でも仕切り壁つけたら悪くはないんだけど、圧迫感が出ちゃうね。だったら、パーティションで囲った
った方がいいか。囲うっていうか。どれだっけ。これか。そうだなぁ。あ、わかった。じゃあ、これを、あれ、ちょ待てよ。ちょ待てよ。ちょっと待って。あ、そっか、それがあるのか。ここか。よいしょ。こうして、で、ここに、パーテーション立てとく。よいしょ。ここかな？で、そしたらちょっとこれちょっとどけるか。突っ張りウォールラックさんを、ここ置いて、こっち側にも置いて、ん？もう一個右か。ん？あ、そうか、これが邪魔か。ちょっとこれ、一回消すか。こうして、ああ、間違えた。ちょっと待て。ちょっと待て。よいしょ。これ一回消して、で、よいしょ。ちょっとここら辺一回こっち持ってきて、ちょっと足りへんな。重々にするか。重々にしますか。よいしょ。あ、でも、ここに机置いたら、そんなあれか。ソファーに合うやつだから、ローテーブルで、ローテーブルがいいよね、ソファーだから。これぐらいだった方がやっぱいいかな。傘立って柱一個動かし忘れてる。
そうだなぁ。全身鏡はいらんか。そうだなぁ。傘とかは、こっちの方がいいか。この中途半端な感じ、すごい気になってしまう。まあ、しゃあない。の色も変えれるんだ。へえ。すごーい。すごーい。あ、で、ラグかなんか引いてあげたいね。ウェルカム的な。久しくラグ引いてないもんね。なんかいいのないかなぁ。44。でか。でか。21ぐらいがいいかなぁ。ここら辺か、21って。ココナッツマット。オーバルな玄関マット。牛革のラグ。ちょっと違うな。で、こっち側は、なんかね、棚を置いてあげたいんだよね。チェストとかじゃなくて、棚。薬品だなぁ。あー、ちょっと違うなぁ。ちょっとなぁ、存在感が違うんだよなぁ。こういうファイルキャビネットの温かみがある色があればよかったんだけど。なさそうなんで、どうしようかな。
キャビネットこれ、とりあえず置いときますか。よいしょ、よいしょ。ここか。そうだなぁ。よいしょ。ボールラックをこっちにして、ハートをここにしよう。で、よし。小物置いていくぞ。まずはレジ。まずはレジ。どこや？タブレットと、レジどこや？レジ、液晶レジでいっか。ホワイトしかないか。ドロワーがこっちついたからこっちでいいね。表みたいなのあったよね。受付表みたいな。あ、そう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 。問診票、名簿かな。と、見えへん、見えへん、見えへん。よいしょ。で、あとは、パソコンがあって、オルゴールあるんだ。かわいいじゃん。よいしょ。あ、間違えた。よいしょ。こうして、こうかな。本が置いてあって、よいしょ。本が置いてあって、
じゃあ、壁紙。あ、スコンスって何？これ、読者モデルのビアンカさん。何かあるかな。特にあれかな。よし、じゃあ天井。ノルディックなペンダントライト、何それ。吊り下げキューブライト、何それ。あー、なるほど。四角の方が好きだけど、世界観合うのはこっちかな。あ、いいんじゃない。ここで受付します。で、待ってる人は、ここで、テレビでも見ながら待ちます。で、呼ばれたら、ネイルアートの人は、ここで、こっちがネイルアートしてくれる人。ネイルアートします。メイクする人は、ここで、隣に、メイクの先生、ポフポフしてもらう。いいね、こっち側も通れるし、間違えた。よいしょ。ここも座れる。いいね。で、こっちがスタッフゾーンで、店内音楽と、これ売上計算とかいろいろする、これパソコン。で、材料がこのキャビネット入ってて、で、この雑誌とかはあれだよ、ネイルの参考とかメールの、メイルメイクの参考にするファッション雑誌ですね。これお客さんが見るファッション雑誌。で、お客さんから、こう、上着とか、カバンとか預かったものは、ここ。このロッカー。しまってあげる。で、上に載ってるのは今日の予約者リスト。いいんじゃない？ビアンカできた。できたよ。あ、これ傘ね。最近忘れ物多発してるので注意です。うん。はーい。時間かかってごめんね。ごめんね、時間かかっちゃって。うん、かわいいね。
まだ貼ってあるんだな。写真貼っていたろ。うん、チャンネル登録の通知で。うん、撮らして撮らして。うん、そう決まったら、あ、ハローズンで、温存のていてない、次で。はーい。じゃ、まずお着替えしようか、ビアンカ。ビアンカはね、お店のお姉さんっていう格好がいいよね。むっちゃ増えてる。アイテムむっちゃ増えてる。ワクワクする。ほら、ワクワクすっぞ。エプロンとかだとも可愛いけど。こういう、美容室とかだとこういうのあるよね。かわいい。ちょっと、ボーイッシュだね。ちょっとカジノ感あふれるね。あー、ノーカラーコートもいいね。ビアンカがさ、薄い青だからさ、インナーの黒が映えるよね。あと何があるかな。ミノ。ワンピースは？カフェのワンピースユニフォーム。ジャンパースカートの制服。何がいいかな。やっぱさっきのがいいな。こうジャケット系、ジャケット、コート系。帽子。ちっちゃい。ちっちゃい。あ、ちっちゃい。お耳隠れるんだ、これだと。ええー、かわいい。キャップ？あー、名探偵ビアンカ。おー。オークルって言うんだっけ？片メガネとかあったらつけてあげたかったけど、なさそうだから、これでいきますか。どこから写真撮ろうかな。ここら辺から写真撮る。プレハさん消えて。いいじゃない？ちょっと傾斜かかってる方がおしゃれだからこっちにしましょう。ビアンカできたよありがとう。ただいま帰りました。ありがとうございます。やったぜ。マジで？はあ。はあ。
マジで1回作るだけでこんな時間かかってるのに2回まで作るってなったらどうなってしまうんだ一体。ハッピーホームアカデミーやりよる。とりあえずお買い物しましょう。今日の西部の街並み6500ポキ買っちゃう。はい、何でしょう。うん、いや、こちらこそありがとうございます。うん、気になる。うん、え、どういうこと、どういうこと、ナッティ。いや、取り寄せを。お仕事で使っている家具を購入して自宅へ届けてもらうことができます。なんやて。はあ、なんやて。ああ、そういうこと。今まで、あの、別荘作った時に、使ったことあとがある家具ってわけではないのか。おやおや。おやおや。あれ、たくみライフシリーズなんてあったっけ。え、めっちゃいっぱいあるんだけど。かわいいし。あ、サンダル。いいな、かわいい、これ。あ、フラッグ、植木鉢。あ、マグカップ、かわいい。ハンモック、クッション、ティッシュケース、ポシュッキャンドル。あ、困ってしまいます。見なかったことにしよう。うん。まあ、見なかったことにしても、なんか、何パーとか後には使ってるんだろうけど。スカーボード710ポキ、買っちゃう。パッチワークのベッド9000ポキ、買っちゃう。写真立て450、買っちゃう。プロ仕様ヘッドホン16200。これはちょっと買えないんで次回にしましょう。うん。はーい。ということで、本日は、ビアンカの、ネイルアップサロンっていうのかな？作ってきました。イメージとしては、私がいつも、利用している美容室の、店内イメージをちょっと。そこはね、ネイルもやってくれたりする場所なので、ちょっとそれを参考に作らせてもらいましたが。やっぱり、ああいうところは、まあ、お店の傾向にもよると思うんだけど、個人的には、そういうあったかい色で、とか明るい色で開放感が、清潔感があった方が、ちょっとなんか、使ってて気持ちいいのかなっていうのがあって、あんな感じになりました。明日はどんな動物の別荘を作ろうかな。それはまた明日考えましょう。よし。ということで、今回はここで終わります。また次回をお楽しみに。バイバイ。しかし、2階建てか。